座標。それは重い正義と共に設定されており、それは物理的な壁としてある。故に、自分があるいは権力を手に入れ暴走しても、それ、は壁となり自身をも滅ぼす、だろう。それは愚かな選択であり、逆に現在、意識がどれだけ増長しようとなぜか、カウンタ数値は、不動では、あって、守られているとも言うし、牢獄の中だとも言う。オーガさん、その設定により発生する倫理には、でも重大な喪失はあるいはあるのだ。男女は同権である、とき、逆説的には、萌え漫画みたいな、ことは起きない。他者への侵害は犯罪である。その一つの現れなのか、ハリウッドもセクハラには重い否定が発生してしまった。ただカリフォルニア州は、大麻を合法化してしまってもいるので、正しいのかどうなのかは、謎だが、どれだけ権力を持とうと、ない。